あとそう、さっき勝木さんが人間って光ってるって言ったじゃないですか、はいはいはい、あの光沢が少なからずあると、うん、でこれを意識した瞬間にこう人が光ってる、人が光ってるエフェクトを想像するだけで、うん、かなり毎日楽しいですね。楽しいです。だからどんなショボいおっさんもちょっと光ってる、ちょっとグローが入ってる。グローが入ってるっていうね、うん、それもかなり誘われますよね。だからこのおっさんちょっと息臭いし、ね、あの電車の中でこんなもう触るなと、うん、だけど光ってるからちょっといいですかみたいな。このおっさん、うん、もう刺繍が漂ってるし、もう首を締め上げられてるが、うん、ちょっと光ってる、うん、光ってるから、うん、まあ、許してあげよう、うん、そう、うん、許そうと、うん、でもそれはもうかなりありますね。じゃあホームレスのおじさんとかも光ってる、ホームレスのおじさんなんて、うん、もう寝ながら光ってるから、恵比寿よしかずもちょっと光ってるみんな光ってると、うん、みんな光ってるんですよ、うん、これこういうことをですね、うん、まあ本当にずっとその芸術や宗教が担ってきた働きだと思うんですけど、うん、そうですね、僕はもうあんまりね、うまいこと働いてないんじゃないかな。宗教も宗教で、うん、オカルトな動きもあるし、うん、マニアックのカルトなね動きも見せたし、うん、今やその宗教戦争っていうのがね、うん、ちょっと怖いイメージもあるしね、うん、で宗教っていう言葉がすごくね、ポジティブじゃなくなった時代、うん、そして芸術とかアートとかいうのもそんなね、ポジティブじゃなくなった時代にね、うん、言葉が今ないんですよね、うん、それに変わる、はい、変わるものなんだ、変わる言葉を、まあ、待ってもいいんですけれども、まあ、日々細かく言うことですよ。多分宗教とか芸術とか言ってても分かんないんだよ、うん、それがいいうまく働いてる時代があったとしても、うん、宗教に入ろうぜって言った瞬間に、うん、ものすごいネガティブな空気出るでしょ、うん、ですね。もう部活とはわけが違いますね、はい、ちょっと、うん、部活に入ろうぜと、うん、あ、でも僕ね思うのが、うん、大人になると大学とか高校とか出て学生じゃなくなると部活がないじゃないですか。部活、うん、部活です、ね、これやっぱり暇だと思うんですよ。暇帰宅、うん、でなんか日々こうそれぞれの人が時間を使うときに趣味を見つけたりとか、うん、なんか遊びに行ったりとか、うん、いろいろするじゃないですか。それで美術館行ったりとかいろいろしますけど、やっぱ宗教もなんかオカルト的な宗教って部活に似てるよね、うん、怖い。だってちょっとスポコンじゃん、あの行みたいなやつ。いや、なんかあいつ俺よりすげえ頑張ってるから俺も頑張ろうみたいな、うん、ステージがあったりね、うん、そうです。いいところはうまく働くとは思うんですよ、うんうん、そうですよね。まあだから働いてないなと思ってね、うん、そうですね、うん、だから宗教がすごく必要な世の中なのに、うん、いい宗教がないなと思ってね、うん、あるんだけど見えないなって、うん、誤解されちゃうなって思うんですよね、うん、でね、部活はね何にとって変わるかっていうと、おっさんに言うたらやっぱゴルフとかになるんじゃないのか、うん、飲み会とか飲み会、ね、あと釣り行こうぜとか、うん、サウナは違う。サウナはどうですか、勝木さん。サウナは帰宅部に近い。帰宅部に近いです、帰宅部に近いです、うん、帰宅して早く帰って人より再放送のアニメ見るみたいに、うん、あ、そうそう、そっちそっち、あんまりだってサウナって頑張る感じじゃないと思うんで、ね、むしろこう頑張らない癒しの中にあるから、うんうんうん、で今そう宗教というか部活というか美へのいざない、いざない、僕部活みたいにしたらいいと思うんですよ。そうですね、うん、はい、でもなんかね徒党を組むと気持ち悪いんで、うん、一人でやろうかなと思ったんですよ、うん、ただ、うん、一人ではやってるけれども一人でやってる人がいっぱい増えたらいいなと思うんですよね、うん、これね、いつも集まるからダメになるんだなっていうのがあるんですよ、うん、そうですね、はい、うん、だから集まらないでやると、うん、これが一番いいのは、うん、例えば文化っ
ていうそのものがあんまりそんな集まらないで個人がやるじゃないですか。だから文化っていうのもすごいいいなと思うんですよね。それもあのみんな徒党を組まないし、そんな悪いねイメージもないですからね。ただなんかあの、そんなこと僕言うてますけれども、そんなのが必要ない人もたくさんいると思うんですよ。趣味を持ってる人ね、そんなんいらないですよ、趣味の中にそれを見つけるんで、いらないんですけど、趣味もないし、どこに精神をよりどころにしていいかわからない人、これからもそんな人がいっぱい出てきそうなんで、そうなると、ね、僕自分が生きにくい世の中になっちゃうんですよ、自分の作るものが面白がられないなと思うし、自分にも返ってくるんですよ、それが。なのでね、あのいざ少しはいざないたいなと、強制はせえへんけれども、あの釣りって楽しいよレベルぐらいにやりたいなと思うんですよ。結構でもそれ考えるとデジオって、そうですね、デジオもそれに変わるものというか近いものですよね。でかなり近いですよ、おしゃべりも楽しいですからね、非常に近いし、あとデジオ自体もみんな高校でやってるじゃないですか。そうですね、それも楽しいですよね、そんなもそうですし、あとね、その名前で言うとサウナ、よくこれも言うんですけど、サウナっていう名前が間違うだなと思うんですよ。マーブルルーム、そう、あれはマーブルボックスで、マーブルボックス、サウナっていう名前があれの広がりをなくしてるな、イメージをつけちゃ、おっさんが集まるところ、なんかちょっと排他的な場所になってしまったの、名前が、分かりにくいですもん、分かりにくくなって、サウナの機能をちゃんと世の中に紹介してない、サウスポーだったら入りたい、そう、サウスポーやったらいいのに、なんかサーが、そう、サウナって本当に意味分からないんですもんね、サーが、ウナってそう、サーはちょっとね、爽やかな感じするんですけどね、ウナかな、鼻が詰まるから、そうですね、サーって言ってるの、ウナ、ウナ本当にサーぐらい、フンガーに近いから、それで、あ、言葉でまた失敗し、蓋を閉められた例だなと思うんですよ。なんだっけ、あのこの前びっくりドッキリボックスでしたっけ、あのバレエのことを、はいはいはい、びっくりボックリドッキス、びっくりドッキリショー、びっくりドッキリショーで呼んだらいいんじゃない、呼んだら、そう言ってました。僕は日々だから言葉がすごく邪魔するし、言葉だからね、言葉にね寄りかかってることがすごく多すぎて、いいところもあるけれどもね、なんかね閉じちゃうところがあるなってね、すごい残念に思う部分もあるわけです。じゃあこの美へのいざないっていうのに対するまた新しいこういい言葉を見つけたいですね。そうですね、ビエンナーレ、ビエンナーレいいじゃないですか、やりたいですね、でそれをね、まあ、とにかく語尾にエンナーレ、エンナーレをつけていく、ユナーレ、デジエンナーレ、デジエンナーレエンナーレってそもそもどんな意味なの、ビエンナーレは、祝典みたいな意味じゃないかな、祝典なのか、お祭りみたいな意味なのかな、ナーレね、ナーレ、ビは倍でしょ、倍でしょ、2年に1回の倍だから、エンナーレなんだ、そう、エンナーレ、多分ね、もうみんなで面白いことしようよみたいな意味だと思う、じゃあエンナーレだね、やっぱり